災で女性の遺体が見つかった事件に死亡者が出ました。警察は知人の男を容疑者死亡のまま殺人の疑いで書類送検しました。新潟県十日町市に住む高橋正樹容疑者、先月1日の夕方から翌朝にかけて当時24歳谷真美さんを殺害した疑いが持たれています。谷さんが十日町市の山中で変わり果てた姿で見つかったのは先月11日。谷さんの遺体の背中に